いや帽子って結構苦手なんだよなどれかぶってもなんかしっくりこないし似合ってない感じがするから今までずっと避けてきたんだけどもさすがに最近の夏は暑すぎるからどうにかうまく帽子を使いこなさないとさすがに危ない気がするんだよなとは言っても帽子にもいろんなバリエーションがあるからどういった形を選べばいいのかわからないしそれをどう着こなしに合わせればいいのかわからないこのあたりの大人の帽子の合わせ方について誰か詳しく教えてくれないかなと思っている皆さん こんにちはスタイリストのしゅんです今回の動画なんですが大人の帽子の選び方と合わせ方徹底解説しますというテーマでお届けをしたいなと思っていますちょっと話は変わるんですが先日皆さんにですねアンケートを取ったんですね皆さんがファッションに関して悩んでたりだとか困っていることは何ですかという形で質問をですね投げかけてみたわけなんですがその中でもですね結構多かったのが帽子に対する悩みだったんですね、まあ、僕の動画の中では実は帽子に関してはあまりですねピックアップしてこなかったんです ですが数年前に一度だけ動画を撮ったことががあるんです、ね、ですすね最近は撮っていなくて皆さんも結構困っていたと思うんですねただ僕の中では結構大人の男性にとって帽子というのはマストというよりはですねちょっと苦手意識を持っている方が多くてあんまり興味がないのかなというイメージが強かったりするんですねなので動画化してこなかったんですが、まあ、先ほどもお伝えした通り最近めちゃくちゃ暑いですよね帽子をかぶらないともうやってらんないぐらいの暑さなので、まあ、ようやく皆さんもですね 帽子どうにかしようかなと本格的に迷い始めたタイミングかなと思いますで現在ですね40代の僕自身が帽子をかぶっているのかかぶってないのかでいうとですね前者のかぶっているという方が正解で休日はですね帽子かぶってるのが圧倒的に多いんですねただ動画の中ではあまりお伝えしてこなかったわけなので今回はですね僕の私物の帽子を持ってきましたのでそもそもどういった帽子が大人の男性には似合うのかどういったバリエーションがあるのかをお伝えしてこの帽子はこういったスタイリングの際に役立ち 立ちますよというところまでしっかりめに解説をしていきたいなと思っていますのでぜひですね大人世代の方は最後までお楽しみいただければなと思っていますでなかなかですね大人に似合いいいやすす帽子って見つけるのが難しいんですね僕も常にですね探しているんですがなかなか良いものが見つからないので皆さんの方でも愛用しているものだとかこういったものがいいっていうのがあればですねコメント欄でぜひですね情報をお待ちしてますので書き込んでみていただければなと思っていますこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですねなるべく分かりやすく解説していますので よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いしますそれでは早速いってみましょう はい、ということで、ここからですね、具体的に大人に似合う帽子の形と合わせ方について、それぞれ解説をしていきたいなと思ってるんですが、まあ帽子といってもですね、いろんなバリエーションがあるんですね。例えば、身近なとこで言うと、キャップみたいなものもありますし、あとはちょっとこうクラシカルな雰囲気のあるような、キャスケットだとか、ハンチングだとか、ベレー帽みたいなくくりもあるかなと思います。あとはですね、ハット状のものですね、夏なんかよく使うようなストローハットだとか、あとはちょっと紳士的な雰囲気の 中折れ棒だとかその辺りもありりもますよねさらにはちょっとこう山登りなんかで使うようなトレッキングハットだとかハットの中でもちょっとカジュアル使いできるようなサファリハットだとかその辺りもあるかなと思いますその中で大人世代に似合うものでなおかつ今のですねトレンドだとか空気感に合うものはどれなのかなって考えた結果ある程度絞れるかなと思うんですねもちろんキャッツケットだとかベレー帽だとかその辺りがうまくかぶれるとおしゃれに見えるんですが、まあ、ちょっとハードルが高いんですね一時流行ってたタイミングも あったんですがまあ多くの大人の男性にお勧めできるような形かというとちょっと難しいかなと思います、まあ、一般的に見て割と目が慣れていて気軽に取り入れやすいところで言うとキャップかハット かかととといいうところに分類されてくるのかなと思いま,すまあちょっと今日は私物を持ってきたので皆さんにご紹介したいなと思ってるんですがまずはキャップですよねこの辺りというのはまあ最も見慣れた帽子の形状ですよねなのでかぶっていてもそんなに違和感がないと思うんですね周りにかぶってる人の人口が多ければそれだけいろんな方が目が慣れてるので、まあ、自分がかぶっても他人がかぶってもそこまで悪目立ちしないと思うんですねただキャップのですねデメリットとしてはやっぱり形状が果 マジなななな感じじががすするるのでで大人には似合わいいいいんじゃないかなとととううイメージがあるというところですね僕もそれはあってですねもちろん10代の頃からかぶっていて20代30代と被っていましたが40代になってキャップってどうなんだろうって思う瞬間があったんですねただ40代以降でもキャップ似合います、まあ、どういったものを選べばいいのかというところさえ間違わなければキャップでも問題はないかなと思いますあとはハットですよねちょっと2つ持ってきましたがこういったものも意外と大人世代には は似合いいいやすす。かなと思いますただハットの中でも僕は2つの種類に分けられるかなと思ってるんですが例えばこちらのような中折れ棒だとかちょっとクラシックな雰囲気のハットですねいわゆるこう紳士的に見えるようなハットと、まあ、あとは先ほどもお伝えしましたし今も僕が持っているようなトレッキングハットだとかサファリハットだとかそのあたりのような少しこう素材的にもラフで形状もカチッとしすぎてないようなジャンルですねこの2パターンがあるかなと思ってるんですが個人的には全ッ 前者者よりも後のの方がが今の時代には合ううなという印象があるんですね僕も実はハットが大好きでこういった前者のようなきれいめなものをよくですねかぶっていたんですねそういったものが細身のシルエットのジャストサイズの頃にはですね結構ハマったりしたんですねどちらかというときれいめでキザっぽい印象があって僕の友人のですねキザ山さんとかが被ってそうなジャンルがでですすねねハットなんです、ね、なんので、まあ、すごくハット自体はかっこいいと思うんですが今の時代の流れからするともうちょっと とラフででで気取らなないもののの方が僕はすすねねっとと馴染むのかなと思ってるんです、ねまあ、この流れというのはその時々で行ったり来たりするのでこれから先ですねちょっとカチッとしたハットがまた盛り上がってくる可能性は大いにあるんですが今の段階だとちょっとソフトな気取らない感じをですねこういったハットの方が僕は使いやすいんじゃないのかなと思っていますトレッキングハットだとかサファリハットだとかそのあたりが該当するかなと思っています、まあ、この二パターンですねあともう一つハットの中でお伝えし忘れていましたが もうちょっとですね、こういったトレッキングハットとかに比べると、ツバが広くなくて、さらりと合わせやすいのが、こういったバケットハットですね。ちょっとストリートのノリのアイテムではあるんですが、最近ですね、被ってる大人世代も増えていて、気軽に使いやすいかなと思います。まあ改めて整理すると、3パターンですね。キャップとハットですね。ハットの中でも、ソフトなタッチのですね、トレッキングハットだとか、サファリハット、このあたりか、バケットハット、この3つの中で、どれかしっくりくるものがあれば、僕はいいんじゃないのかなと思っています。 その中でまずはですねキャップから解説してみたいと思います、まあ、キャップというアイテムは僕も大好きで結構年間を通して使っているんですね、まあ、ちょっと僕の手元には2つありまして、まあ、どちらに関しても僕はですね黒ベースのものを選ぶようにしてるんですねこれなぜかというと先ほどもお伝えしましたがキャップというのはですねもう形状からしてカジュアルなのでその中でもなるべく大人っぽく見せたいなという意図があるのとさまざまな着こなしに合わせやすい方が僕はいいのでキャップの色では遊ばない ようににしてるんですね他にも様々なななカララバリありまますすがが大人だったらブラックの単色これで間違いいいかなと思いますもちろん無地のやつもありますが、個人的にはですね、ちょっとワンポイント入ってるぐらいも好きだなと思ってまして、今持ってるのはですね、これ 1LDK が展開しているスタンドバイミーという一つのレーベルみたいなものなんですけども、そちらのですね、ロゴが入ったですね、刺繍のキャップですね、こういったものを愛用しています。あと自分のとこでも作っていまして、ブランド名のソウっていうのが入っていて、そして横 ここにもですねこのような刺繍を入れたものも作っているのでこの2つをですね僕は愛用していますまあ、せっかくなのでちょっと被ってみますね はい、被ってみるとこんな感じです。今は先ほどのですね、髪型からガバッとかぶっただけなんですが、まあ、こんな感じになるというとこですね。横から見るとですね、ちょっと髪型がですね、収まりが悪いので、整えていきたいなと思います。まか、あ、ぶるときにもですね、この前髪どうするか問題っていうのがあるんですけども、基本的には前髪を下ろしてる方が、その上ですね、キャップをかぶると言うと、ちょっと子供っぽく見えるんですね。できれば髪をですね、綺麗にこう、オールバック状に 一緒に流しちゃってスッキリとした感じで被れるので僕はそっちの方がいいかなと思いますあとは前髪をちょっと横からこう覗かせるみたいな被り方もあるんですがこの辺りはちょっと中上級的かなと思います個人的にはこの辺りはもうスッキリと耳にかけちゃってなるべく横から見た時にもこうあまりですね髪の毛がちらつかない方がですねバランスがいいかなと思いますあとはですねこの帽子のかぶり方ですよね例えば深めにこうかぶることもできますよねそうすると正面から見るとあまりこう前 が見えないぐらいのですね深さになってくるかなと思います僕もちょっと自分ではよく見えないんで何とも言えないですがこれぐらいあとは割とですね大人世代の方でも味わい深く被る方って期待をちょっと広めに見せてですね何だろう載せるような感じで被る方もいらっしゃるんですねこれは割とですねヒゲ生えてる大人世代だとか薄毛が進行してしまっていてだけどもサクッと被るような方とかそういう感じだとめちゃくちゃかっこよかったりするんですねなのでちょっとやぼったい感じのキャ カップ使いっていうとこで言うと浅めにかぶるのが良かったりしますまあ、そういう場合はなんかメガネとかかけてあげた方がよりバランスが良かったりするんですがそういった被り方もありますあとはですね僕は浅すぎずがすぎないこれぐらいですかねおでこの分量としてはこれぐらいの見え方ですかねこれぐらいがまあ一番プレーンで使いやすいかなと思っています一つ基準としてねこう参考にしていただきたいなと思うんですがぜひ、まあ、皆さんもまあこう帽子をかぶりながらどれぐらいの位置が自分にとってはしっくりくるのか かなっていうのを測ってもらうといいかなと思いますね必ず自分にとってのベストな被り方の深さっていうのがあるかなと思いますそれはその方のキャラクターだとか雰囲気にもよったりするのでぜひいろいろとやっていただきたいなと思いますでこのキャップが似合うスタイルというのはどういった感じかというと今日はですねもう分かりやすく黒 T にですね全て合わせながら取っていきたいなと思ってるんですがもちろん夏場のですね半袖の T シャツに対してロング丈のパンツみたいな着こなしも合いますし半袖短パン みたいなちょっとやんちゃなスタイルにもですねキャップは合うのでさまざまなスタイルに合いやすいんですねでキャップ自体がカジュアルなのでカジュアルな着こなしの方が合わせやすそうに見えるんですが意外とですね季節が変わって例えばブルーだとかストライプの長袖のシャツにブラックのパンツ合わせてちょっと頭だけキャップで外しのようにですねカジュアルさを交えるみたいなこともできたりするんですねで上級者になってくるとジャケットとかロング丈のコートの外しとしてキャップを使うことができたりするので、まあ、結構 様々なシーン使えるのがキャップかななと思いますなので、できる限りブラックのですね、シンプルなものを選んだ方がいいかなと思うので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんもチェックをしていただきたいなと思います。まあ、どこでキャップ買えばいいのかというと、まずはなんか手軽にユニコーンのクロム字から買ってみるのもいいかなと思うんですね。そこで慣れたらちょっといいものっていうのも良いかなと思います。僕は 1LDK のものとか、あとフレッシュサービスのものとかも持っていて、あと先ほどもお伝えしましたが、皆さんにも買っていただきやすいように自分とこのシンプルめのですね、キャップも作ってます。意外と黒に対 シンプルなロゴの入ったキャップって売ってないんですよだからこそちょっと自分で作ったんですが、まあ、こういったものでもいいかなと思いますぜひ、まあね、キャップというのは使いやすいアイテムなので合わせていただきたいなと思いますしあとはメガネにも合わせられるんですねちょっと私物のメガネで合わせてみますがこんな感じですねメガネと合わせても相性が良かったりするので様々な着方ができるかなと思いますシンプルなものを合わせれば意外と40代50代の大人世代にも似合うのでぜひ皆さんもですね、トライをしていただきたいなと思っています 続いて3点目の帽子なんですが、バケットハットですね。こちらを被ってみましたが、いかがでしょうかまあこれはですね、僕の中では、キャップとハットの中間的な立ち位置かなと思ってるんですね。キャップよりは少しこう、ハット型なので、綺麗さが漂うんですが、まあ、通常のハットに比べると、このツバがですね、割とコンパクトで、形状もですね、そんなにこう、大ぶりじゃないので、キャップの延長線上で使いやすいかなと思ってるので、まあこういったものも一つ検討してみるのもいいかなと思います。な、まあ、なかなか選択肢 がですね多くはないんですが僕が愛用しているのがですねフレッシュサービスというドメスティックブランドのもので定番のハットになっています前から見た時にちょっとロゴがあるのと横にもちょっとした刺う刺繍が入ってるんですがあまりにかぶりすぎてですねだいぶくたびれていますが、まあ、非常に愛用しているアイテムの一つかなと思っていますここ数年はトレンド的にですねかぶってる方もだいぶ増えましたが、まあ、バケットハットは僕の中では意外と難しいなという印象もあるんですねキャップの方がもうちょっと見慣れてるか 感じもあるしサクッと気軽に被りやすいと思いますしあとハットなんかも意外と被ってみるとアウトドアシーンなんかでも使いやすかったりとかかなりこう用途的にもですね日差しカットしてくれるので便利だったりするんですねまあ、その中間的なバケットハットは僕の中では意外とですねここ数年被るようになったぐらいかなというアイテムなんですけども見慣れるまでにさすがにちょっと時間がかかりましたストリートの雰囲気があったりだとかちょっと大人には似合いづらいのかなというイメージがあったんですがまあ、見慣れてしまえばそうでもないかなと思うのでぜひ、まあ、皆さん もですねよかったらトライしていただきたいなと思っています、まあ、スタイルとしては割とですね T シャツみたいなカジュアルなスタイルにも合いますし意外とシャツ着たりだとかそういった小綺麗な着こなしの中にもハマったりするので使える幅は広いかなと思いますキャップよりもやや広いぐらいなのでそういった意味では使い勝手がいいのがこのようなバケットハットかなと思うんですねあと被るだけでちょっとトレンド感だとか一つのアクセントにもなったりするので1個あってもいいんじゃないのかなと思いますただちょっと見慣れるのが時間かかる系のアイテムなので 皆さんもまずは試着から入ってて見慣れさせいいいいくといいと思いますねこういったバケットハットがどこで売ってるのかってなかなか難しいんですが例えばセレクトショップのオリジナルですねビューティアンドゥースとかそのあたりなんかでも結構バケットをやってることもあったりするので、まあ、そういったものからトライをしてみるのもいいんじゃないのかなと思っています今回はですね3つの形の帽子をご紹介したわけなんですがキャッッップとハットとハトトそしてバケットハトですね、まあ、このあたりは好みが分かれるかなと思うのでぜひ、まあ、皆さんもですね好みのものがどれなのかもですね 教えていただければなと思っています。 はい、ということで、ちょっとですね、帽子を変えてみました。先ほどはキャップを皆さんにご紹介しましたが、今度はですね、ハット状のものをご紹介させていただきたいなと思います。ハット状の中でもですね、割と中折れ棒みたいなクラシックな路線ではなくて、素材的にこう、ナイロンを使用したような、ちょっと形状的にもですね、シワ感が入っていて、カジュアルなものが今のですね、時代には合いやすいかなということで、今回はこちらのハットをかぶっています。いわゆるこう、トレッキングハットみたいなもので、今僕がかぶってるのはですね、ちょっとわかりづらいんですが、ノース,ペースの のロゴが入ってますよね。ブリマーハットというモデルを僕が今かぶっていますまあこれはですね結構ハットの中では定番中の定番で持ってる方もいらっしゃるかなと思うんですが僕もですね3年ぐらい前に購入して様々な場面でかぶってきました先ほどとはですねちょっと着こなしもあえて変えてみたんですね本当は黒 T のままでいこうかなと思ったんですがあえて着替えています、まあ、外遊びの際なんかにこういった帽子って使いやすくて例えばキャンプだとか外でこうガンガン遊ぶ時だとか旅行とか こここの時ななななんかかににははううういいいいっったですすねブリマーハットはすごく使い勝手がといいと思てててましししそれ合よ着最近僕の動画の中でもよく出てくるようなちょっとシャカシャカ系の河川の T シャツを合わせてみましたでボトムスもですねわかりづらいと思うんですが短パンを履いていますこのようなラフな着こなしにはトレッキングキャップみたいなものはすごく相性がいいかなと思いますちなみにノースペースのブリマーハットかぶってるんですがノースペースのロゴがですね見ていただくとすごくわかりづらい状態だと思うんですね実は通常のものは白いですね刺繍が入 るんですが僕はですね先日黒のマッキーでその刺繍の部分をですね黒く染め上げたんですねこれなぜかというとノースペースのロゴ僕も大好きなんですけどもロゴが入ることで結構主張が強くなったりだとかスポーティーな印象が強まるので、まあ、そのイメージをもうちょっとこうクリーンにしたいなということであえてですねブラックで塗ったらですね一応刺繍が入っているので立体感があって分かるのわ分かるんですが割と遠目から見るとそこまで主張が強くなくなったので個人的には結構カスタマイズしてから使いやすい なと思ってるんですねこのようなハットというのはどういった着こなしに合うのかというとちょっと小綺麗な着こなしにはちょっと合わせづらいんですねナイロンでなおかつシワが入ってるのでどちらかというとスポーティーな半袖の T シャツだとか半袖短パンだとかそういった着こなしの際に着こなし全体がつまんなくなってしまうんですねそんな時にこういったハットをかぶってあげるとちょっとしたアクセントにもなりますし実際日差しのカバー率としてはキャップよりは圧倒的にこっちの方が様々な角度からの光をカットしてくれるんですね例えばキャップ キャップだとですねこういった形で前はちゃんとカバーしてくれるんですけどこう斜め横からのですね日差しがどうしても顔に当たるのでそういった部分で言うとこのような唾がしっかりとついているものの方が後的に使いやすいかなと思うんですねですので僕は結構色々な機械に使うことが多くて、まあ、最近では僕は夏でもランニングするんですがその際にブリマーハットをかぶることが多いです、まあ、もう一つですねハットを持っていましてそれがですねこちらのアンドワンダというブランドのですねトレッキングキャップなんですがこちらもですねななかなか気に てていましてこの紐が付いていることでちょっとした着こなしのアクセントにもなったりだとか、まあ、風邪ひくいてもですね帽子が飛ばなかったりするのでこれもなかなか使いやすいんですねちょっとこれもかぶってみたいと思いますはい実際にかぶるとこんな感じですねいかがでしょうか、まあ、先ほどに比べるとちょっとアクセント要素としてこのステッチ使いが少しですねホワイトでコントラスト強いのでそのあたりが変わってくるかなと思うんですねブリマハットよりはコンパクトになって個人的には気に入ってますでかぶり方のポイントなんですがこれもやっぱおでこの範囲ですね これを帽子においてはものすごく重視した方がよくて、まあ、ちょっと浅めにさらりとかぶるのかこんな感じでかぶってもいいですねそうすると結構味わい深い感じなので僕はですねそういう場合はやっぱりこうメガネとかを入れてあげてちょっとアクセントをつけてあげた方がいいんじゃないのかなと思いますねでもうちょっと深めにかぶると、まあ、日差し完全にカバーできますがちょっと怪しげな感じになってくるので中間ぐらいですかねやっぱりこの額の広さでいうとまあ 3cm かから4センチぐらら4ぐぐいいいいい見せるのの感じじがちょうどいいんじゃないのかなと思ってますねこのような形で被るようにしていますがいかがでしょうかハットもねやっぱりこうカジュアル感があってなかなかバランスがいいかなと思うのでぜひ、まあ、皆さんにも活用していただきたいんですねでハットかぶるときにはめちゃくちゃ暑い日ですしなおかつカジュアルなシーンなのでサングラスとセットで合わせてもらうといいかなと思うので僕が今かけてるような、まあ、かなりこう濃度の濃いですねレンズでもいいですしもうちょっといかつさをなくしたかったら先ほどまでかけてたよう よううなこういっったたカラーレンズの入ったメガネでもいいかなと思うんですがもう真夏は結構紫外線で目やられますので、まあ、是非皆さんですねこのような完全防備でですね夏の帽子を楽しんでいただければなと思っていますちなみにもう一方ですねハットで最近買って良かったものがあるのでちょっとそちらもですね着替えながらかぶってみたいと思います はいということで新しいハットをですねかぶってみましたがいかがでしょうか先ほどまでのハットというのは割とこうナイロンの中でもややこうシワ感があったりしてかなりカジュアルな見え方したと思うんですねで今回かぶってるのはですね実はこれも同じくナイロンなんですけども割とこう張り感があって小綺麗な印象なんですねあとはつばの広さですねこれが先ほどまでのものに比べるともうちょっと大きめになるんですね大きくなればなるほどですね見え方としてはちょっと綺麗な印象になる わけなんですが今回被った3つのハットの中で最も小綺麗なのでで個人的ににはこれすすごく気に入ってるんですね本当にですね今朝届いたばかりのナインテーラーというブランドをですねハットなんですが、まあ、従来のですね小綺麗なハットの雰囲気をですね持ちながらもちょっとこうサファリハットのようなカジュアルさですねこの辺りも混ぜ込んであるのでなかなかかっこいいなと思ってますこれもですね先ほどのアンドアンダーと同じように顎に紐がついてるんですがクラシックなヌメガのような雰囲気のですねレザーの 紐がついててましてこの辺りもちょっとしたアクセントになってなかなかバランスがいいなと思ってるんですね。この紐がですね、この T シャツを着た時にネックレスをしてるような見え方してくれるのでなかなかかっこいいなと思って最近は愛用しています。ハットもですね、結構いろんなものがあってカジュアルなものからこういったちょっと綺麗めなものまであったりするので割とこのようなものであれば先ほどのような半袖短パンみたいな着こなしも合わなくはないんですけどむしろですね、最初からしてるような黒 T にこうスラックスだとかちょっと小綺麗な着こなしとか ののシャツのスタイルなんかにも合いいやすいかなと思ううのでこういったアプローチもあるかなななと思いますなかなかですね、在庫はたくさんあるものではなくて、探すのは大変かなと思うんですが、このようなアプローチもあるので、大人のハット使いとして、やや綺麗めなこういったナイロンのハットなんかもいいかなと思うので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんもですね、チェックしていただければなと思っています。 いやーいかがでしたでしょうか皆さん。今回の動画では、大人の帽子の選び方と合わせ方、徹底解説しますというテーマでお届けをさせていただきました。まあ、実はですね、動画の中ではあまり帽子を被ることが多くない僕ですが、昔っから帽子は大好きなんですね。学生の頃からですね、キャップだとか、ハットだとか、いろんなものをですね、様々なお店に通いながら買い集めてきたわけなんですが、大人世代になってくるとですね、なかなか帽子が被れないタイミングなんかもあったりしたんですね。ただ、改めてですね、いろいろと研究して、 研究してみるとこういった形だったら似合うなとかこういった着こなしだったらハマるなというのが分かってきたので大人には帽子が似合わないということではないんですね今回ご紹介したようなちょっとしたポイントだとか合わせ方あとは帽子自体の選び方ですねこのあたりさえ押さえていただければあとはですね見慣れるかかどうかの問題なんですね最初はですね帽子をかぶってる自分自身に見慣れないのは当然なのでまあ何度かかぶり続ける中でそれがですねようやく自分にしっくりくるというところがあるかなと思うのでぜひ、まあ、皆さんもですね 諦めずに何度か被り続ける中で自分自身も見慣れていただきたいなと思いますしかぶり始めのうちはですね必ず周りからですねああだこうだ言われるわけなんですね身近なですねパートナーの女性だとか奥様だとかそういったところからなんか似合わなくないって言われたりだとか友人から言われることもあるかなと思いますまあ、自分が見慣れないというのもあるんですが第三者から見た時にも見慣れない可能性があったりするので結構ですね賛否両論あるかなと思うんですが帽子を楽しむという覚悟を持っていただければ必ずどっかの段階 自自分自身もも周囲のの方々も見慣れてててくるととと思思思うのでそこからが本番だだっっいいいただきたきなと思っています、まあ、僕にとってお帽子というのは欠かせない存在なので、まあ、これからもですね、皆さんのリクエストがあったらですね、動画化していきたいなと思っていますので、よかったらですね、コメントもいただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本、なるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思っているんですが、普段の動画の中ではなかなかお伝えできないような、セレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またちょっとツー向けの専門ブランドに関しましては、僕は はもう一つ運営してます。YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですね、週末にライブ配信っていうものをやってるんですね。皆さんから頂い,いたご質問にその場でお答えする形で結構ワイワイ楽しくやっていますので、気になる方はですね、こちら動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですね、ゆっくりと動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンっていうのもやっています。これはですね、動画じゃなくて文章と写真を使いな ながらおすすすすすめのののアイテムででととかコーーディネートの解説ままたたは僕自身が実際にですね私物とししてて買ったもををどんどんんご紹介をしていますこちらはほぼ毎日更新してまして僕も記事を書いていますし僕以外のスタイリストや専門家も記事を書いてくれていますまた参加者の皆さんも記事をアップできるのでおしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになっていますのでこちらも気になる方は概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています以上スタイリストのしゅんでしたまた次回の動画もお楽しみに